獅子の神殿か。以前風魔流事件でここを探索したよな。今は冒険者たちの冒険場所になってるってことは、前回お宝を全部手に入れてなかったってことか。問題ないよ。見てね、尻肘の中を歩く者は風で航空まで届けられる。走るより飛ぶ方が早いよ。より飛ぶ方が早い。みんながそばにいてくれる。ありがとう。
よいしょ。逃げようなんて思わないでよね。確かにあと少しでそうなるところだったね。そうだ、君が冒険者のジャックだね。そうだけど君は？お前を探してたんだ。エリンから伝言を預かっててね。今日は冒険の計画について話し合いそうにないから、また別の日にしようって。ああそうなんだ、申し訳ない。ここまで来てもらった上に助けてもらうなんて。ふん、おせっかいなやつめ。助けてもらわなくともこのスタンレーならたやすく切り抜けられたんだがな。おお、お前がモンドですごく有名な人脚界に行ったことがある伝説の大冒険者なのか。そうだ、俺こそがスタンレーだ。こんな伝説級の人に会えるなんて嬉しいね。じゃあみんなこれからどうする？先に進む？それとも戻る？先に進もう。スタンレーさんもいるし、きっと大丈夫さ。じゃあ全員一致ということで先に進もう。それでお前たちも俺の冒険の話を聞きたいのだな。いや、ジャックを探しに来ただけだよ。何？バカ者よ、俺はこのモンドで最も有名な冒険者スタンレーだぞ。うん、知ってるよ。いや、もう少し何かあるだろう。俺は生きた伝説、人脚界にたどり着いた勇士スタンレーだぞ。なあ、本当だよ、スタンレーさんはめちゃくちゃすごい人なんだから。ふん、引き続き俺と俺の仲間の話をするぞ。ジャック、さっきはどこまで話したんだったの？伝説の人脚界には風が少しも吹いてなくて恐ろしかったってところまでです。そう、あそこは耳鳴りがするほど静寂に満ちていてな。目に見える海は全て怪人でできている。そこで俺の仲間が魔獣の起こした渦に巻き込まれてしまったな。すぐさま俺はそいつの腕を引っ張った。うわ、大丈夫だったんですか？残念だが再び故郷の土に入れたのは俺一人。俺の涙は風に吹かれたよ。ジャック、お前は大冒険者になるやつなんだ。そうやすやすと涙を流すな。はい、僕たち冒険者にとって最大の目標は冒険の道中で死ぬこと。そして絶対に絶対に風のない場所で死んではいけない。風に乗って魂をモンドへと連れ帰ってもらうためにも。その通り、俺たちの理想は風のある場所で死に、風に乗ってモンドへと魂を運んでもらうことだ。まあ今の僕は下水道に隠れるスライムを片付けるレベルの依頼しか受けられないけど。少し寝よう。なんで風のない場所で死んじゃダメってことを強調してるんだろうな。まさに風のない人脚界が最も恐ろしい場所だってことをスタンレーは言いたいのか。全力攻撃だ！旅人、
小さな発見があったんだけど。観測器をつけてみてくれるかい？空想の友達がいる。彼の友達はベテランの戦士みたいだ。体中傷だらけで表情も毅然としてるね。おや、君もそう思ってたのかい。どうやらスタンレーの話には何か秘密があるみたいだね。じゃあ俺は先に行くぞ。はい、スタンレーさん。君たちちょっと時間あるかな。ん？実は数日前、スタンレーさんが酔っ払って秘密を教えてくれたんだけど、スタンレーさんが当時冒険で使っていた武具はなんと大英雄バネッサ様の遺物、きらめく勇気の剣と輝く意志の盾だったらしい。しかもこの2つの武具は今もモンドにあって、どうやらダダウパの谷にあるみたいなんだ。君たち強いし、一緒にこの二つの武具を探しに行ってくれないかな。すごい人は多少変わった癖があるからね。もしそんなすごいものを見つけたら、きっと両親も僕の冒険者になりたいっていう夢を応援してくれるはずだ。今の僕じゃ実力はまだまだだし、両親にも反対されてるけど、お願いだ、どうか助けてほしい。こんな身勝手な考え、スタンレーさんには言えないから。でも使い終わったらすぐ彼に返却するって約束するよ。かわいそうだな。おい、助けてやろうぜ。原油野郎も来るか。そうだね。一昨年人捨てに貴重な名刺を手に入れたんだ。武具探しを手伝ってくれたら、その酒を君にあげよう。ナダウパの谷だね。電話急げだ、すぐに出発しよう。次はこういうのやめてくれよな。そうだ、原油野郎、酒は手に入ったか。手に入れたよ。ジャックのやつ、貴重な名酒って言ってたけど、結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代。あの頃、旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。旧モンド？ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟だろ、お前が前に言ってた。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく人の姿でもなかった。風の中の些細な元素の精霊、小さな天気と希望をもたらす風だったんだよ。元素の精霊？人の姿じゃなかった。あれ、原油野郎、昔はこんな感じじゃなかったのか。うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ、
友達のものを借りたんだ。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁の内に生まれ青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。硝煙の中、僕たちは暴君の結末を見届け、灰烬の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。その後は？お前の友達、その後どうなったんだ？パイモン、その後の話が知りたいかい？当たり前だろ！もったいぶらないで早く教えてくれよな！今は話を聞いてる途中だろ？どうして急に食べ物を欲しがるんだよ！お腹が空いたんだね。仕方ないやつだな。ああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。一種そよ風、こういう時はいつも思い出してしまうんだ。彼から教えてもらった歌をね。飛べ飛べ飛ぶ鳥のように、僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。